配信開いた時にこうワコワコワコみたいなこう来るやないですか、ワコワコワコみたいな、おつーみたいな。結構このワコって言葉が初見さんなんか言いやすい、初めて配信にコメントする人言いやすいらしくて、結構ね毎配信初めてのチャットでワコっていう人が何人かいるんですよね。これちょっと嬉しいけどね。初めてのチャットもっとバン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 やってくれたらええなって俺は思うんですけど、今ちょっと初めてチャットするよっていう人ほら出てきてみ、ええねんで、そんなもう気にせんで。そのなんか配信コメントすんのなしづらいよな、初めてのなあ。だって言わせてみりゃ転校生やもんな、初めてのチャット打つ人は。みんなもうこの配信2、3回、4回、5回っていっぱい来てる中で、自分だけ初めてで、場に馴染まれへんもんな。知らん人ばっかやって、どういうコメントしたらいいんやろ、なるよな。わかるわかる。自分が初めてのグループにポンぶち込まれたらそうなるもん。わかるよ。ええねんで。ここあったかい場所や。先生全然、先生全然君に暴れてもらって構わない。ただ、暴れすぎたら、生徒指導入るよっていうだけや。うん、ただそのだからコメントしてええよって俺がここで許しをしたことによって、その君がなんやろ、アホみたいに暴れまくったら、それ生徒指導入るだけやから、それはもう。もしかしたら停学処分。うん。退学の一歩前は停学やから、一週間停学挟んでお母さんと話させてもらって。うん。で、退学挟むから。うん。退学挟んだら、もう次はないわ。間違えたわ。お母さんと話させてもらって、その、ダメ、この子はダメな子でしたってなったら、もうそれはもう退学処分で。こっちで済ませさせていただくだけやから、それを踏まえた上で、それを全部今俺の話を聞いた上で、初めてのチャット打ってみ誰が打てんねん誰が打てんねん。この空気感作られた後に誰がコメントすんねん、初めてのチャットの人は。え、でもだからそういうことなんよ、つまりは。知らんうちに入りづらい空気を作ってしまってる自分がおるっていうことに気づけっていう話やってん、これは。だから俺のこと反面教師にせなあかんねんで、みんなは。今の話を聞いて。俺、私を見て、その人の振り見て我が振り直せて、ことを踏まえた上で、踏まえに踏まえた上で、お前らもコメントせなあかん。押してみ。全員コメントせんくなる、そうなったらもう。もう全員がコメントせんくなるから、そんなハードルガンガン上げたら、ハードルガー上げて、そのハードルの下くぐることになっていくから、みんなが。うん、飛び越えるやつおらんなってまうからね。今でも俺がずーっと覚えてる、痛かった、苦しかったのが、もうね、ほんまにその瞬間の映像が本当に脳裏に焼き付いてて、マジで繊細に覚えてんねんけど、俺その時そろばん習ってたよね。で、そろばん習ってて、で、夕方やったんかな、夕方2時間ぐらい習い事そろばん習ってて、で、そろばん行った帰り道に、めちゃめちゃ自転車こいで、もう早く帰りたかったよね、ゲームしたくて。もう早く帰りたかったの。で、家からも別にそんな遠くない距離、ほんまチャリこいで、普通にこいで、10分かからん距離、もう、5分もかからんかな、の距離、やってんけど、もう一刻も早く帰りたくて、めちゃめちゃダッシュで自転車こいで帰ってたの。で、結構住宅街の中を、自転車全速力でこいで帰ってたんやけど、十字路があってね、そこには、その十字路には、もうミラーとかもないのよ。その曲がり角を見るミラーとかもついてないぐらいの十字路。そこで、俺の全速力と、原付きのバイク、覚えてるわ、俺。衝突したよね。俺が縦からいてて、横からバイク来て、思いっきりぶつかったよね。結構、吹っ飛んだ、俺。バイクもそこそこのスピードやった。で、俺がほんまにすごいスピードだ、もう今やったら考えられへんで、マジで。今やったらマジで考えられへんけど、ほんまにとんでもないスピード出してた、俺が。どのぐらい速かったかっていうと、50メートル走走ってる時ぐらい速かった、多分。普通のちょっと小走りのダッシュとかじゃないのよ。もう、男がもう全力で50メートル走走ってる時のスピードぐらい速かった。バーンぶつかって吹っ飛んで、ぶっ倒れたわけよ。で、金玉強打して、立たれへんくなってうずくまってよだれたらして。他何も痛くないのに、金玉だけバリ痛くて、ガチで死にかけた。ちなみに、ね、半分白目向いてたんちゃうかな。見て、息できへんくなんねん、まず。みたいな。ほんで、大丈夫兄ちゃんみたいな。大丈夫かみたいな。ほんまに心配してこっち駆けつけてきはって。で、俺もさ、どこも別に怪我してないけど、金玉だけバリ痛いって言われへんやん。恥ずかしいし。大丈夫です。すいません、本当に。みたいな。あ、言ってもらって大丈夫なんで、みたいな。もうほんま、もうなんか中腰で。で、俺も怖かったから、その弁償しろとか言われるのも。で、ブーンって言った後に、俺その場でズボンずらして、金玉確認したよね。
もう住宅街で誰も通らんような道やねん。だから全速力出してたのにバイクとぶつかったんよ。それはたまたまやったから、もう人はおらんのよ。だから俺その場で全部もうズボンもパンツもずらして、その場で金玉確認したよね。そしたら一応玉はあったんよ。玉はあってんけど、バリ赤くなってた。バリ赤くなってた。もうとんでもないトマトぐらい赤くなってた。でめっちゃ熱持って、めっちゃ熱持ってた。鮮度の鉄球ぐらいあった多分。それ言い過ぎや。で心なしか左の方が下がってた。なんか知らんけど。でズボン上げて立ちこぎで帰った。座ったら玉痛いから。あ、大丈夫大丈夫、だほんまにみんな心配しなくても大丈夫。今でも全然ちゃんと玉はあるし、うん、ちゃんとリスクのリスクが生成されてる。ちょっとキモすぎる。俺そういうちょっと下ネタな話めっちゃ持ってるんよな。当時めっちゃ笑った下ネタ、まあ、下ネタなのかな、狂人なのかな、なんなんやろって感じやねんけど、当時中学校やった俺めちゃめちゃ笑った話あって、もう今考えたらね、もうほんまに笑えないというか、ちょっと低レベルやねんけど、友達の男の子とね、ちょっとまああの中学生男子ですよ、ちょっと下に興味があって、こうなんやろ、エッチな話もするじゃないですか。まあエッチって言ってもほんま生々しくね、ほんまガキのレベルっていう感じのね、エッチな話やねんけど、そのなんか面白い話ないのみたいな、うん、最近いつたんみたいな、思春期みたいな、そのガキみたいなね、お話を。で他にないのってなった時に、あの俺さお兄ちゃんおんねんけどさって友達があの語り出して、うんうんうんみたいな、お兄ちゃんおんねんけど、お兄ちゃんさちょっとおかしくてみたいな、どうしたんどうしたん、乳首が男には必要ないんじゃないか説みたいな話出したんよ俺に。どういうことどういうことみたいな、え、まあ確かになみたいな、別にミルクが出るわけじゃないし、その男に乳首ってなんであるのかわからへんなみたいな話になったんよ。なんでついてんねやろみたいな、男にわからへん、そりゃそうやわみたいな。ほんでお兄ちゃんどうしたみたいな、お兄ちゃんはもうほんまに乳首が本当に男には必要ないねんっていうあの話を俺にすごいしてきて、見とけよって言ったんよって。お兄ちゃんが乳首の必要ないねんっていうのを教えたるから見とけよって言い出したんよ。そしたらなんかあの乳首をあの爪であのこうカリ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 ってしだして、であのその時はなんか笑ってたんよねって、そんなんしてどうなんのお兄ちゃんみたいな、笑ってたんよねって、おうおうおうって聞いて、でその時はそれでも終わったのって、でそしたらって一週間後あのお兄ちゃんが乳首見せてきて、な乳首いらんって言ったやろって乳首見せてきて、爪で乳首二つに割ってたんよねだからお兄ちゃん今乳首三つあるねん、バカみたいに笑ってた。今考えたら普通に引くけどな、意味わからんもんな。乳首必要ないやろって言うんやったら、そのなんだよの、なくす方向性じゃないの。乳首爪で縦にカリ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 して、3つなんて持ってるやんだって乳首。